はいどうもバチオです。今日ね岐阜県郡上市白鳥、霧ヶ滝というところに来ました。ここはですね阿弥陀ヶ滝というねとても有名なところがあるんですけど、そこから登ってったところにある滝です。一応ね道路際にあるでね写真ぐらいならすぐ通り際に撮ってもいいかもしれないけど、まあ車詰まってたのもあって一回登って止めれるとこないかなっていうことで止めれるとこ探してねでそれでちょっと何百メートルか降りなきゃいけないんだけど、そこにあります。ただね見たんだけど、水量がほぼゼロだった気がする。なんかその絶壁を水がちょろちょろちょろっと流れてる程度な気がする。ひょっとしたらちゃんとした感じになるかもしれないけど、一応ねこれ見たらあれわかるけど、そのね落盤防止というか岐阜県と福井県の境目ぐらいのとこなんでね、もうちょっと北行きゃ白山の国立公園があるんで、おそらくだけどすげえ雪降るんだよね。まあスキー場とかもあるとこなんでもちろんそうだとは思うんだけど、まあ阿弥陀ヶ滝がねすごい立派な滝だからねこっちはちょっと見劣りするんだけど、まあ単独のやつといねすればねまあそういう滝もあるよねっていうことで多少楽しめるんじゃないかなっていう。ただね結構距離がね距離がある。いやそうだねこれ道路工事一応雪対応のやつだねこれ。こういうとこをね歩いて渡るのは案外初めてなんでそれはそれで面白いかもって今思ってますけど、まあ車で何気なく通ってるんだけどこういうことやってんだもんね。なんかねこの梁の作りとかがすげえこうやって強度を持ってんだみたいな、そういう意味でのね面白さはありますね。俺結構距離あるなっていうねそんな感じで、まあ今日はねおそらく今年最後の休みになるのかな、そんな感じなんで回れるとこ回ってなんならその地元一遍歩いて、ね、さらに買ったんででかいペヤングでも食おうかなとは思ったんですけどまあペヤング今日やめにしようかな、当分後にするわ年末年始とかそんな感じになる。やっぱねその仕事してる最中にねああいうもんは食うもんじゃねえと思っとったら、ああそれ食えたよ楽勝だったみたいな、ペヤングと弁当と酒で食事したみたいなこと言ってる人がいてうちの会社の人間なんですけど、まあ元解体屋さんなんで、すげえ食欲なのはまあ知ってるけど、大体飯食わんでも酒があれば満足する人なのに、なんかそんだけ食ってまあまだまだいける感じだったよみたいなこと言って俺そこまではさすがに無理やろってまあねココイチの昔あった1300よりは簡単に食えるんじゃないかとは思っとんだけど、確かねこれまあこれこの先のなんかそのね網があるじゃないですか、ね落下ね石防止のなんかその辺のあたりだったような気がするんだけど、そう止めるとこなくてね反対側には止めれそうなんだけど、あそこに無理してでも止めるべきだったかな。これ今3分歩いてんだけど歩いて戻るの大変そうだわ。ナンバー浜松とかだしお前どこ遊びに行っとんだっていうねまあ人のことは言えんすね。だけどあれだよ今日コロナって言われてる中僕ね今日会ってる人ゼロですからね今のとこああここだね。これね、一応なんだけど断崖絶壁なん でそこに水が流れてんだけど、なんせちょろちょろっとしか流れてる音がしないという、看板とかあってくれるといいんだけど なんかなさそうだよな。なんか滝って名前ついてる、一応名前のついてる滝だからなんとかなってるかなと思ったんだけどあ一応あれだね折れちゃってるけど看板だというか
標識みたいなのあったんですね。しかもガタキしか残ってないから、あの霧がなくなっちゃってる。ほらほら、ほらガタキだよ、ガタキ。ガタキ。すごいな、こんだけちょろちょろしかなかったら滝つぼもあったもんじゃないよね。入ってきますけど、入ってきますけど、一応名前がついてるだけ、名前がついてる中では一番水量の少ない滝かもしれん、今まで見た中では。高さはね、30メートル近くあると思うんですけど、水量少な。だってつい先日雨降ったばっかだよ。で、なんなら今日でも小雨ぐらいはね、パラついていたりはするのにもかかわらず、この水量ってことは、もう普段ほとんど水ないんでしょうかって思ったんだけど、あの結構ね、あのインターネットで写真ね、出してる人は、あの水量のあるやつ、だからこれね、多分ね、雨が降って水量が増して、あの、水がザーって出てるとこをみんな撮影しにわざわざ来てるんだと思う。出ないとこれちょっと寂しすぎるもん。もう本当にあれだよね、滴り落ちてるレベルの滝にしちゃちょっと寂しいな。こんな感じですわ。看板とかも特に 何かあるわけでもなく、よいしょ、なんかこの辺にないかな、ないかなと思っとるけど、この工事のね、あのほら工事の工事看板ぐらいしかないから、こうやってあのそれはいっぱいあるんだけど、まあこれは何もないね。ただこの断崖絶壁はさすがやね。うん、これね、だから増水とかしたらあの危ないけど面白いんだろうね、滝としては。うん、そう、増水した時のクオリティに期待したい。だからもうね、どっかのタイミングでリベンジしなきゃいけないのかな。遠いわあ、そんな感じで、霧ヶ滝ちょっと残念だったけど、まあ仕方ないね。これで終わりにしたいと思います。これまた登らなかんのか、疲れるわ。以上、パチオでした。バイバイ。